生涯ジュニア宣言をする人間を育てたい。ニートよ、鍛えれって書いてありましたからね。お前を取った意味は必ずあると。すごいですね。いい話しちゃいました。40分話しました。じゃあ、あとなんかいいんじゃないですか。これの募集の時の動画ですよね。スーパー断捨離プレゼント会を開催します。イエーイ。漫画道見てくれました。いや、もう本当にで、ここになんか無印の袋があって、俺がいつもと違う格好してる、無印さんの格好をしてる時のあれの意味、無印さんの CM を撮りました。すごくないですか。見ましたよね。じゃあさっきあのチラッと見てもらいましたけど、いやすごいですよね。だって正反対じゃないですか。こんな格好してる男がまさか無印さんから話が来ると思わないですよね。高橋ロムですよ、いいですか高橋ロム。びっくりしますよ。すげえおしゃれですからね。びっくりしましたもん俺。え、これ俺大丈夫ですか。撮影してる時も俺ピャーとかやってるじゃないですか。ピャーとかやんなくても、あ、OK ですみたいな、え、大丈夫です、マジっすか、ピャーとか言わなくて大丈夫ですかみたいな、ピャーとかって言った方がいいんじゃないですかね、あ、大丈夫ですみたいな、逆にピャー NG ですみたいな、あ、ピャーダメなんですねみたいな感じでしたからね。和気あいあいと撮影してましたけど、毎回 OK が出るたびに、え、マジっすか、 OK ですか、出来上がり見たら、なんておしゃれな。本当結構丸1日ぐらいかけて、朝からですよ、日の出と同時に撮り始めるぐらい。だって朝3時ぐらいにタクシー乗ってそうですよ、あの日朝3時から撮影してて、で夕方5時ぐらい、5時6時ぐらいに終わって、このまま事務所に来て、あのプレゼント撮影をやったんですよ。覇気がない覇気がない高橋ひろむがこうプレゼント拳して、はっきりってこうやってる、あれちょっと元気ないんじゃないって多分思った人もいると思いますし、なんで無印持ってんのみたいな、ここに繋がってくるっていう。いや、すごいですよね。いや、感動しました。すごい素敵な、いや、いい、これは見てもらいたいですよね。高橋ひろむだって言われなきゃ気づかないぐらいの、もう多分知らずに見たら二度見しちゃうと思う。確かにそうですよね。え、なんでっていう、それぐらいおしゃれな、おしゃれでしたね。いや、本当におしゃれでした。うわー、新しい高橋ひろむ見つけてくれたわと。逆にだからこの CM を見たいろんな企業が、あ、高橋ひろむ、いいのこういうのみたいな思ってくれるんじゃないかな。これはもうプロモーション、高橋ひろむ新プロモーション動画でもありますからね。もう無印さんにはもう本当に感謝ですよね。高橋ひろむの可能性を広げてくれた、もうありがとうございます。いや、本当に感謝です。これはもうガンガン行ってガンガン買い物してもらって、皆さんぜひ見てください。じゃあ、バイバイ。